YouTube がすごい好きで、時間あったらテレビで YouTube をつけて流し見てるんですけども、最近いろんな YouTuber さんとか見るんですけども、最近芸能人の方が YouTube に進出なさってて、梶原さんから始まって、キングコング梶原さんから始まって、ローランドさんとか宮迫さんとか、あとは所ジョージさんとか、いろんな方がやってらっしゃって、すごく面白いんですけど、島谷ひとみさんって皆さんご存知ですかね。島谷さんも YouTube を始めたんですよ。島谷さんといえば20年ぐらい前に、歌手の方なんですけども、20年ぐらい前にもう国民的スマッシュヒットを飛ばしたアーティストなんですよね。天色の髪の乙女であったりとかが有名なんですけども、島谷さんが YouTube やってるっていうので、でやってるジャンルっていうのが音楽とかじゃなくて DIY なんですよね。で島谷さんって今40代なのかな、40代の女性、すごい未だに美人な方なんですけど、見た目に反してというんですかね、こういうことを見た目に反してっていうのもちょっと差別的になっちゃうのかな、見た目に反してというか、僕はちょっと意外やったんでそういう言葉使わせてもらったんですけども、大工仕事一通りできるんですよね。僕も DIY とかするの好きやし、見るのも好きやし、で親父、父親も結構すごい好きで、で父親に聞いたら、なんかうちは代々大工家系やから、みんな手先が器用やし、なんかこういうことできるんや、職人家系なんやみたいな言うてて、あ、だから俺もそんなん好きなんかなとか思ってたんですけど、島谷さんめちゃくちゃすごいんですよ。あのマスキング貼って塗装したりだとか、あとは今リノベーションとかを動画の中でやってらっしゃるんですよね。すごいなと思いながら何か見てるんですけど、だいたい芸能人の YouTuber の方で成功してる方って、まあ一つ動画を上げれば何万回再生とか、まあ多い人で10万回再生以上とか、あのさっき言ったキングコング梶原さんなんかで言うと、もう100万回再生は当たり前みたいな感じなんですけども、島谷さんの動画800回とかで止まってるんですよ。20年前に国民的な売れ方をしたアーティストがですよ。いやでもめちゃくちゃ面白いんで、これ見てほしいなと思って、2000年代ですよね、20年前、2000年代から90年代の終わりから2000年代の初めっていうのは、僕がカルチャー的にものすごく影響を受けた世代なんで、当時のファッションであったりとか、映像技術もそうですし、音楽もそう、当時の車であったりとか、なんか当時のいろんなものっていうのをすごい影響を受けて僕ができてるんですよね。島谷さんってはもうまさにそのど真ん中にいらっしゃった方で、なんかその方が今また大工仕事で YouTube やってるっていうのも、なんか不思議な感じですし、で何が、あの YouTube 何が面白いかっていうと、もちろんその DIY も面白いんですけど、島谷さんと一緒にこうやってるスタッフの方がいらっしゃって、鈴木さんっていう方なんですけど、その方がめちゃくちゃ面白くてですね、最初チャンネル立ち上げた時に、そのチャンネル運転仕様、運転費用みたいなので、最初に島谷さんが自腹を切って100万円用意したんですよ。もう動画の中で札束をポンと出して、このお金で必要なものを買い揃えてチャンネルを立ち上げますみたいな動画やったんですよ。でそれを相棒の鈴木さんに渡したんですよね。で鈴木さんはまずそれ独自で活動して、まあ、買い物とかする動画を撮るのかなと思ったら、あのこの100万円をこう私の力で増やして島谷さんを喜ばせようと思いますって言って、パチスロに行ってね、全額吸ってくるっていうのをやってね、
島谷さんにブチ切れられるっていう動画を上げてたりだとか、あと動画の中で、あ、そういえばこの間オッパブで島谷さんの曲流れてましたよみたいな発言をしたりだとか、なんかちょっとこう島谷ひとみさんのイメージを崩すような発言をしたり行動したりする方で、この二人のやりとりっていうのがすごい面白くて、いや、あれはぜひ僕ぐらいの年の人とかちょっと上の世代の人とかには結構刺さる笑いやと思うんで、なかなか面白いと思います。